鉄道コンテナ車に搭載された半自動式中央近定装置。12フィートを超えるコンテナを積載する場合、邪魔にならないように、大枠外側下方に回転追加させる構造になっている半自動式中央近定方式の内部。コンテナ車上に取り付けられているハート型のくぼみで、コンテナを近定している半自動式中央近定方式とは、12フィート級鉄道コンテナを、 輸送機器に固定するための禁定方式である。輸送機器側の床面上に取り付けられた台形の禁定装置とコンテナ側下部に付けられている下向き矢印型の突起から構成される。構造はコンテナ下部の突起を台形の禁定装置が挟み込む仕組みで、東急車両製造が開発したものである。コンテナを禁定装置の上に乗せることで自動的に禁定され、 近定装置の元にあるレバーを引くことで解除する仕組みである。国鉄の5トン石コンテナの近定装置として開発され、国鉄の貨物輸送部門を継承した JR 貨物で引き続き使用されている。関係者や鉄道ファンの間では単にアンカー、近底装置、近底金具と呼ばれている。日本工業規格である j i s z 千六百十 z 百二十九として、 企画化されている。詳しい構造は企画書の画図を参照されたい。ありがとうございます。